胎児性アルコール症候群。胎児性アルコール症候群。胎児性アルコール症候群。Fetalアルコールシンドローム。FAS とは、妊娠中の母親の習慣的なアルコール摂取によって生じていると考えられている先天性患の一つ。神経発達症の一種である。妊婦のアルコール摂取量とその摂取頻度により生まれてくる子供に軽度から重度に及ぶあらゆる知能障害が現れることがある。また、妊娠中の母親のアルコール摂取による胎児の障害全体の概念として、胎児性アルコールスペクトラム障害、Fetalアルコールスペクトラムディソルダース、FASDとも言われる。発生率は1000出生中 0.5 人だが、アルコール依存症女性の出生時においては3分の1に確認される。米国の学校児童における有病率は20人に1人であり、その社会的コストは55億ドルとされる。米国国立薬物乱用研究所、NIDAは、妊娠女性の 19%、330万人が飲酒していると推定している。治療法は存在しない。飲酒しなければ 100% 予防可能である。現在のところ、妊婦が飲酒して安全な量は不明である。胎児性アルコール症候群の症状には、形態異常など、外見的に明らかなものや、脳性症に麻痺、転換、学習障害などがあるが、特に身体的異常が見られない場合でも、行動障害が見られることがある。FAS には大きく分けて3つの特徴がある。1、中枢神経系の異常。2、発育不全、低体重や小さい体。3、下記のような特徴のある予防。注意。FAS は、妊婦のアルコール摂取が直接の原因となって引き起こされる。母親自身が FAS を患っていようと、母親の両親のどちらかがアルコール依存症であろうと、妊娠中と授乳中に母親が飲酒さえしなければ生まれてくる子供に胎児性アルコール症候群が現れることは絶対にない。350ml のビール1缶にはウイスキーやウォッカ等の強い酒のショットグラス1杯分約 30ml と同じだけの純粋なアルコール量が含まれる。日本酒の小さいボトル半分には、蒸留酒のショットグラス1杯分と同じだけのアルコールが含まれている。350ml のワインクーラーやチューハイなどにも、蒸留酒のショットグラス1杯分と同じだけのアルコールが含まれている。こういったアルコール飲料の唯一の違いは、ウイスキーなどの蒸留酒よりも、ビールやワイン、日本酒、ワインクーラーの方が、アルコール以外の液体と成分を多く含有している点である。しかし、アルコールが母体内をめぐり、子宮にいる胎児に影響を及ぼすという事実には変わりない。安全な飲酒量は現在のところ不明である。1日にたった2杯、または一度に4杯以上の何らかのアルコール飲料、ビールやワインクーラーを含むを摂取するだけで、胎児性アルコール症候群の発生可能性はある。母乳は血液から作られるので、摂取したアルコールが血液中に含まれ、その血液から作られた母乳を子供に与えることにより、子供にも同様にアルコールを飲ませていることになる。つまり授乳中の飲酒は、子供が発達障害を患う可能性を高める原因になり得る。授乳中に飲酒する場合は、人工乳の使用が推奨される。妊娠初期、特に妊娠2ヶ月目相当の絶対過敏期には、脳をはじめ胎児の各器官形成に影響を及ぼす。また、妊娠中期、妊娠後期の飲酒は、発育の遅れ、低体重や脳などの中枢神経に影響を及ぼす。高齢出産であるほど、FAS 児は生まれやすい。両親、またはどちらか片方の親が長期間にわたり、10代、または20代初めから定期的に飲酒していた場合、受胎前の生殖細胞が破損されている可能性がある。長期間にわたる飲酒はアルコールへの耐性を高めるので、時間とともにより多量のお酒を消費することができるようになるので、母親が若い場合でも FAS 児が生まれやすくなる。母親が痩せている場合、アルコールが体の外に排出される効率は通常より低い。女性にとって1杯のアルコール飲料は男性にとっての2杯のそれとほぼ同じ量に匹敵する。女性は概して男性よりも体が小さく、女性ホルモンはアルコールを分解する酵素を阻害する働きを持っており、また女性は男性より皮下脂肪が多く、アルコール分解に時間がかかる。摂食障害、貧血、または全体的な栄養や肝機能といった母親の健康上の問題は胎児に影響を及ぼす。食事前や空腹時の飲酒は炭水化物を含む食事と一緒に飲むアルコールよりも害が大きい。肝臓のアルコール処理能力はゆっくり飲むかガブガブ飲むか飲み物と飲み物の間にどれくらい時間を置くか等飲酒の仕方によっても左右される。一杯のお酒をゆっくり時間をかけて飲めば肝臓はアルコールをより効果的に分解できる。父親の飲酒も胎児成長に影響を与えるが、胎児性アルコール症候群を引き起こすことはない。胎児性アルコール症候群は、アルコール飲料を摂取しなければ 100% 予防できる。日本では他の先進諸国に比べて妊娠中の飲酒の弊害に関する意識が薄く、医師でも少量の飲酒なら続けても問題ない。妊娠に気づいた後でやめればいいといった指導をするケースも多い。しかし、アルコールによる影響は個人差が非常に大きく、食前酒などの少量の摂取のみで影響が現れた例も見られるため、この程度以下なら大丈夫という安全基準値ははっきりしていない。大量に飲むアルコール濃度の高い酒を飲む、長期間にわたって何回も飲む、急ピッチで飲む、空腹時に飲むといった、よりアルコールの体内影響が強くなりやすい飲み方をすれば、それだけ危険度は増すが、少量だけ弱い酒を1回だけゆっくり食事とともに飲んだからといって、胎児性アルコール症候群が発生しないという絶対の保証はない。また、同じように母体からアルコールの影響にさらされているはずのソーセージでも、片方は強い影響を受け、他方はさほどでもないといった違いが出る場合もあり、影響の仕方は一様ではない。以前の妊娠で飲酒しても大丈夫だったから、次からもそうだとは限らない。上記の通り、母体の年齢も発症率に関係してくるので、同じ量でも上の子供よりも下の子供の方が、より影響が大きく出るケースはしばしば見られる。妊娠判明前後の長初期の飲酒についても、着床が完成して妊娠が判明し始める生理、予定日頃までの薬物成分は原則として、胎児の再帰性には影響ないとされるが、それを少しでも過ぎて、妊娠判明が遅れると、胎児の器官形成がなされる重要な期間と重なってくるため、一概に妊娠に気づくまでは飲酒しても大丈夫とは言えない。また、過度の飲酒は男女ともに妊娠率を低下させる原因になるとの指摘もある。したがって、飲酒習慣のある女性は、子供が欲しいあるいは妊娠しても構わないと考えて、無避妊の性交を始める時点で、事前に禁酒しておくのが望ましい。飲酒後に妊娠に気づいた人、妊娠中に飲酒していて、後から危険性を認識した人なども、すでに摂取してしまったアルコールの影響で悩むよりも、それ以後の飲酒を早期にやめることが重要である。妊娠中に母体の摂取した薬物が胎児に様々な影響を与えることは以前から知られており、日常的に摂取されうるアルコールに関しても疑問が持たれていた。飲酒による3つの特徴的な兆候を有する胎児の報告は1960年代末からなされ始め、欧米では1970年代以降、アルコールが与える胎児の障害への影響についての研究が進んできた。アルコール依存症の妊婦からは、約4割に、胎児性、アルコール症候群の子供が生まれる。1981年に、アメリカでは、妊娠中及びその可能性のある女性は、アルコール飲料を取らないよう公衆衛生局長の勧告が出され、法律で、すべてのアルコール飲料に危険性の警告表示が義務付けられるとともに、多くの州で条例により、主販店や飲食店での店内表示を定めてきた。日本では1978年に胎児性アルコール症候群と診断された第一例が報告された。1991年に行われた部分的調査で1000人あたり 0.1 から 0.05 人の発生率と推定され、1000人あたり 0.2 から2人とされるアメリカ、飲酒率が高いアラスカ住民では1000人あたり 5.6 人よりも低い数字だったが、それ以後の調査はなされていない。しかし、日本での妊娠可能年齢女性における飲酒率は年々増加しており、妊娠中に飲酒したことのある人の割合も諸外国に比べて高くなっているため、胎児性アルコール症候群の発生率の上昇も懸念されている。2004年以降、酒造メーカー団体の自主規制でアルコール飲料に妊婦、授乳婦向けの注意表示がなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。